で、こちらの、次の事例をご紹介させていただきたいんですが、徳川美術館というところで取り組みをさせていただきました。今回美術館からもお越しの方もいらっしゃると思うのでそんな事例もご紹介したいと思います。で、徳川美術館さんっていうともう徳川家なので、まあ、さぞかし強いんじゃないかと何というか魅力的なんじゃないかっていうふうに なると思うんですけど、ただこれ私立なんですね。で、私立だったので今回コロナでお客様が激減してめちゃめちゃ大変だったそうなんですよ。まあ、大原美術館とかも同じように大変だったりとかしてるんですけど、まあ、なんというかそれで結構困っていたことが3つあって、1つが、まずちゃんと価値を伝える社会教育施設として私たち美術館はどうすればいいか、なかなかこう なんていうんですかね、会社みたいにビジョンとかなんかこういう事業をやりますみたいなことってあんまり明確に提言してなかったから、じゃあ私たちってどこまでが公のために尽くしてどこまではその私立美術館だから売り上げを上げていいのか、そのバランスっていうのはすごく悩まれていました。で、2つ目がファンの固定化、結構高齢化が進んでるそうでして、地域を応援してくれてる方々が軒並み70代前半後半なんですみたいな、そうなるともう続けていけませんというか、その人たちがいなくなったらごっそりファンがなくなっちゃうと。なんでこの固定化されたファンの方々で、特にそのシニア世代の方々だとそのコロナがあって、まあ、ちょっと恐れてというか来なくなっちゃったりして余計に厳しくなったりする。じゃあこれを何とかしなきゃいけないっていう風になるのに、結局ノウハウがないからどうすればいいのかがわからないっていうのですごくお困りになられていました。で、そこに対して、文化庁の文化観光の中で、予算はつけずに、アドバイザーだけつけて実験するっていう取り組みをさせていただいたんですけど、それの中でまず、一つ目の社会教育施設としての使命に対しては、その社会教育施設を守るっていうこと自体は、日中にありますと。日中は別に無理に値段を上げずに、子どもたちだったら本当にこう地域の子供たちだったら無料にするとか、そうやってちゃんと価値を伝える機会を作り続ける。でも夜はちゃんと VIP のお客様を入れていってもいいと思うんです。だってどの道使ってなかったので、なので夜間をちゃんと使っていこうと決められました。で、ファンが固定化されてたっていうのも結局日中に来る人たちがいつも同じなんですよね。で、それはそれで、なんていうか大切なお客様だからそれを無限にするのはおかしいと思うんだけど、夜に来られる方まで昼と同じにする必要はないと。じゃあ夜は全然違うお客様を呼んでみようじゃないかっていうふうに、違うお客様を呼ぶきっかけ作りをしたいというふうに思った。で、内部のノウハウが不足している中で、とりあえず例えば国のお金とかがつくと、とりあえず人のお金だからっていう気持ちになっちゃうのかもしれないですけど、どうしても雑になっちゃったりするんですよね。また来年別の予算取ればいいかみたいな形でこうもらったお金だから、なんていうか取り返し、うまくいかなかったね、しょうがないみたいになってしまったりする傾向があるみたいで、そうじゃなくてちゃんと来年以降実装できるように、ちゃんとこうこの例えばイベント、この後話すのナイトタイムというか夜のイベントをやるって話なんですけど、そのイベントで本当にこう赤字になってないことかをめちゃめちゃ見てくれたりとか、なんか適当にゲストを呼んでその人に10万円払ったらアウトとかにならないように、ちゃんと数字に向き合われるっていうのを学芸員の方がやられたんですよね。それってなかなかない例だと思うんですけど、その時にやったのが、こういう写真はめくってた方がいいか、こういう感じですね。でさせていただきました。で、イメージで言うとこのなんていうんですかね、このお庭とかはもともとあったわけなんですよ。ただここは、何も使ってなかったんですよね。でそこにそっとこの葵の御紋をこう投影するっていうことによって雰囲気を作っていく。でもこれもそんな書かないですよ、投影機なんて。もともとあるようなところにちょっとそのなんていうか切り込みを入れたやつを目の前にやって照射してるだけなので、ライト自体は買ってるわけじゃないんですよ。とかこのなんていうんですかね、スタンドテーブルというかみたいなのは買ってもらいました。ただ今後もずっと使っていけるので、何かイベントやるときにはこれでやりましょうっていうふうになっていたりで、大事なのはさっきディレクションって言ったんですけど、細かいところなんですよね、やっぱりおしゃれに感じるかどうかって。なので、これ拡大してるの持ってきたらよかったんですけど、ここ のスタンドテーブルのところにもこう葵の御紋をですね、こう丸があったときにこうあえてど真ん中に置かずにちょっと切れるぐらいにこう何ですかね、
そんな感じでこう微妙にプリントさせていただいたりとか、ちょっとマット感のある感じにしたりとか、でここで提供するちょっとしたお食事みたいなのも、いろんな徳川にまつわるところにこうエピソードをつけて提供するとか、そういうちょっとした工夫で全然魅力って変わってくるんですよね。でこれもこれ普通にあの普段の入り口なんですよ。で普段はあの日曜だと常に開いてるから閉まってるシーンって見ることないんですよね。でここをあえて閉じて光を当ててでワクワク感を作って、あえてここでちょっとだけ先にあの館内だと、館内というかその展示物があるところだと飲み物を提供できないので、あえてここで最初にスパークリングを、スパークリングワインをご提供させていただく。で、あのちょっと飲みながら、いつ開くんだろうねってワクワク感を作ってからバーンと開けて、で、この方学芸員なんですけど、そのお召し物も来て、ご説明していただいて、で途中で、あ、実際にこう着てみると分かるんですけどとか言ってこう振ったりしながらご説明いただくっていうので、これが1人12,000円で60名ほど、集めることができました。でこれ自体は、まあ、めちゃめちゃ大変でもあったんですけど、彼らにとっても大きな手応えになられていて、でじゃあ次何やろうかっていうふうに、あの、まあ、月1回ぐらいのペースでやろうかっていうので今動かれている状態だったりはします。そんなふうに、なんていうんですかね、最後細かいところのディレクションと、あとはなんていうかこう、まあ、面白くしていくというか、ただ、価値を伝え、あの押し付けるではなく、うまく転換するということが大切だと思っております。はい。で、あとは熊本城の例は、まあ、ちょっとだけ紹介しようかな。そうですね、ちょっとだけご説明しますね。こちらの文化財熊本のやつは、まあ、さっき言った30年間続くよっていうのと、実は熊本城赤字でして、今の時点でもあの結構たくさん人来てるけど結構収益性が足りなかったりしたり、あとは、まあ、なんていうんですかね、大切にこうずっと修復してるんですけど、修復の価値ってあんまり知ってもらえない。文化財のご担当からしたら結構石垣に一つ一つナンバリングをして全部一回一回どけてみて、本当に生かせる石ともう無理だっていう石を見分けてっていうふうにすごく丁寧にやってるんですよね。コンピューター上で組み合わせてみてとか、じゃあどこまで当時に戻すのか、江戸時代まで戻すのか、でももう一回同じ地震が来た時に耐えられるようにするにはどうすればいいかとか、本当にここではプロジェクト X が起きてるんですよ。それぐらい面白い場所なんですけど、その努力って観光に来られた方ほぼ知らないんですよね。で歴史だけ見て帰っていっちゃうんですけど、その何百年続くようなその石工さんの努力とか、その文化財修復の技術って素晴らしいものがあるのに、それが横でリアルに起きてる中で、あ、なんか見れないんだ残念って言って帰っていくみたいな、そういうことが起きちゃっていた。でそこに対して、違うんだと、このリコンストラクションツーリズムっていう風に言って、この、修復してる様自体が価値なんだと、僕らは文化を紡いでる瞬間を今皆さんに見せることができますと。普通だったら完成品しか見せられないけれども、そうじゃなくてこのプロセス自体を旅行体験にさせてもらいたいっていうのを掲げました。で、このリコンストラクションツーリズムの定義っていうのは、まあ、今だけここだけの文化財修復の現場過程を豊かな旅行体験につなげること、我が国の伝統文化、建築職、伝統工芸、芸能などを現代の技と表現に融合させ新しい魅力を生み出すこと、観光収益を文化に還元すること、で歴史と文化を高付加価値化し、上質な特別感を提供すること。これはあの勝手に熊本の方々が言ってるだけなので、なんか世の中の定義ではないです。ただ、こういう、コンセプトを打ち出してやろうとされています。はい。っていうのが、まあ、こんな感じですね。はい。で、実際にこうやってあの、めちゃ口下手なんですけど、本当に石工さん可愛くて、あのちょっとずつこう事前に掘り分けてくれたのがあって、これが大体10回ぐらい叩くとこれぐらいになってみたいな、このずっとカーンってやるとここまで行くんだとか、ちょっと目の前で割ってみますねとか、声ちっちゃいからすごい聞き取りにくかったんですけど、なんかこう目の前で割ってくれたりして、でもそれですごいって言われるとか、ようやく今弟子を育てることができるんだって言ってる様自体って、すごくなんていうか多くの人にとって、まあ、心を動くような場になっておりました、はい、ですね。はい。でまあ、最後の事例ですが、同じく城つながりで、愛媛県大洲市っていうところの、取り組みなんですけれども、旧、まあ、あの市街地があるような、まあ、田園地区ではないんですけれども、まあ、本当に肱川という川沿いに、作られた天然の要塞に、作られたお城なんですけれども、まあ、そこの、まあ、古民家というか歴史的な建物を複数リノベーションして、あのカフェを入れたり、宿泊施設やレストランやそういったものがどんどん入っていってるような、あの街全体を、面的に、なんていうかリノベーションしているような取り組みがあります。
で、その取り組み自体も面白いんですが、今回ピックアップしたのはキャッスルステイといいまして、お城に泊まれる一泊100万円です。高いですかね。2名で100万円です。3名にしたら120万円とかですね。で、まあ、こちらもすでにスタートしていて、今はもう10件以上もう実施済みです。去年からスタートして10件とかかな。で、平均単価が180万円です。で、インバウンドの方だけじゃなくて全然日本人ばっかりなんですね。まあ、未来はインバウンドばっかりになりますけど、普通に来られてるんですよね。で、これの面白いところっていうのが、2つあって、1つはじゃあ城って泊まる場所じゃないよねって話があるじゃないですか。そこに対して学芸員の方がめちゃめちゃ真摯に向き合われてるんですね。で、この場所では、こういう建物の構造をしてるから泊まれる可能性がある。その襖っていうか、なんですかね、障子が普通にセットされるようになっていたので、おそらく泊まれるようにしていたと思うっていう話までしてくれてる。ただそこが泊まっていましたとか嘘をつくんじゃなくて、泊まっていた可能性がある。ただそれはまだ厳密にわからない。だから少なくとも皆さんが体験する中で、それを実感してみてほしいみたいな、これが本当に泊まれる場所なのかどうかも含めて楽しんでみてほしいみたいな話をしてくださったり、なんていうんですかね、もちろんただ、城を見るだけでは絶対にわからないような櫓の価値だったりとか、あ、本当にここから見下ろす景色ってこんな感覚なんだと、貸し切るってこういうことかっていう話だったり、あとは斜め前のコンテナから見上げることもできるんですけど、そこからのんびりと見上げることで歴史のに思いを馳せていただいたり、そんな体験を届けてます。で、これは一泊、まあ、100万円とか180万円とかなんですけど、これのうちの 10% を市に寄付するっていうモデルになっています。で、それは文化財を守るためにこれをやってるので、別にこう金儲けのためじゃないんですよね。で、正直これって別に儲かるものじゃないんですよ。100万円取ってるけど、その分いろんな人が動いてるので、地域には全部お金は回ってるけれども、なんか別になんか誰かが一人ボロ儲けしてるとかじゃないんですね。で、かつこの 10% 還元することで、かつ、一般公開が17時まであって、17時まであってからなんていうかプラス1時間の間に大急ぎで清掃して、18時からチェックインして、で、翌朝は8時に出てってもらって、で、9時から通常オープンするみたいな、それぐらいこうお客様大丈夫それでぐらい、お客様も文化に対して理解を持って、一般公開の価値を理解していただいて、成り立つようになっている。で、それぐらいちゃんといい意味伝えてたら文句言わないです。なんか金持ってるんだから何とかしろよとかじゃなくて、それは素晴らしいことですねって言って、やっぱ共感してくださる方が本当に多いです。それぐらいやっぱちゃんと文化の価値が伝わるようにすれば、答えてくれる方ってすごく多いなっていうふうに強く思っております。はい。まあ、そんな事例いくつか紹介させていただきましたが、まとめです。まあ、この後のパネルディスカッションにもつながりますが、まあ、文化と、まあ、活用側、観光側の良き関係を築くためには、活用側の気持ちも分かってほしいし、保存側の気持ちも分かってほしいし、お客様の気持ちも分かってほしいし、今おる行政の気持ちも分かってほしい。まあ、そんな、多様な立場の、視点を、まあ、理解し続ける努力をする。あいつは分かってないじゃなくて、あなたもまた相手のことが分かってないですっていうふうに思い合えるようになると、少なくとも、文化財を生かしていこうっていうふうに思えるようになると思います。特に観光の方々ってお客様喜ばせたいとか、いい人たちなんですよね。結構それを文化の価値を伝えていきたいんだって思いがある方も本当に多いです。そういった意味で言うと、文化を大事にしたいって意味で言ったら一緒なのに、すれ違うのあまりにももったいない。なので、ぜひ相手を思いやってみてほしいと思っています。で、あとは、じゃあ誰か一人が損をするじゃなくて、みんなが三方よしになるような、仕組みって何か作れないのか、そこにはやっぱりこう知恵が必要だと思うので、それは三人よらば文殊の知恵じゃないですけど、それぞれができることを持ち得るっていう努力をぜひできればと思っています。で、最後が顔の見える関係。これなんか肩書きで何々部長とか部長とかそれだけで終わるんじゃなくて、何々さんと呼び合えるような関係ってイメージなんですけど、やっぱりなんていうかお客様も含めてですけど、なんか客っていう風に雑に扱われたら相手はやっぱ気づいちゃうと思うんですね。同じで、なんか文化財を保有しているめんどくさい人みたいな扱いだとすごく悲しくなると思うんですよ。そうじゃなくて、何々さんって呼び合えるような関係を作っていけると、少なくとも、いや、なんか今のはちょっとね、良くなかったと思うよって言い合えたりとか、もっとこういうことできないっていうふうに手を取り合えたりすると思うんです。そういった意味で言うと、行政はどちらかというとそういうことが苦手かもしれないけれども、行政もまたこうやって集ってきていたりもするので、ぜひ、まあ、顔の見える関係を作って、互いの視点を理解して、みんなで良い形を、良い関係を作っていければいいのではないかなと思っております。
まあ、このままパネルディスカッションに入っていきたいと思いますが、ひとまず、私の講演自体はこちらで以上とさせていただきます。ご清聴いただきましてありがとうございました。はい、丸岡さんありがとうございます。